前回の続きですね。あと3年ぐらいあるのかな。9、10、3年と半分があるんですね。ビジネスはね、買っていかないとダメだよな。ダブリンをね、最高の街にしないといけないな。小麦、トウモロコシ、巻きはさっき前回の最後にやったから、牛乳野菜、木材。お酒チーズ。酒チーズ。
ここは少ないね。こういうトウモロコシがあるから、ここら辺、あ、こっちもトウモロコシあんだね。じゃあ、この3箇所だけ持っていこうかね。線路がつながってねえやん。お金がたまんないな。
これもね、現状がないんだな。どれがいいかな。木材にしとこうかな。ビールにしとこうか。ビールが一番無難なんじゃないかなと思うんだけど。お酒とかさ、そういうの全部遠くから持ってくるようにさ、設定してあるからさ、そういうやつじゃないやつがいいんだよね。ビールが一番無難なんじゃないかなと思うんだよな。ギネスビルだっけ？ビール、ダブリンといえばビールだからね。まあ、R&で、他の場所で作られていれば別に、ダブリンだけじゃなくていいんだけどさ。ダブリンはさ、椅子とかさ、チーズも、紙もね、持ってくるように設定してあるからね。肉作ってるのは2箇所、ビール作ってるところは2箇所だからね。木材でもいいんだよな。じゃあビールにしとこう。迷ったけどね。ここが7万人。ここが8万人。ここは8万人。7万人。タスク的にはね、あと12個買わないといけないんですよね。これは文句のつけようがないね。アイルランドの町々は活気に満ち、交易が盛んに行われている。
薪、牛乳、野菜。服、木材、チーズ。服、木材、チーズ。塩椅子。そしたらどうしようかな。ここが85,000、こっちが70,000。小麦、野菜、服。小麦、野菜。お酒、塩、椅子。
お酒塩椅子。お酒。椅子。紙を持ってけばよかったね。紙三箇所持っていこう。こっちだっけな。感染か。ちょっと消えちゃったね。詰まってんね、ここ。なんとかならないかな。
上がってなかった。めんどくさいんだよな、この作業が。発展しちゃうから町がさ。
列車の数が多すぎる。消えちゃった。どこまでやったかも分かんなくなっちゃった。もういいや、じゃあ操作が間違ったかな。今の表示を出すのは難しい。これよく見ると九州に似てるね。下が鹿児島で、上が福岡で、ここは下関だけど、ここはイギリスとアイルランドです。ここだけ見たら本当九州だよね。瀬戸内海だよ、こっち、こっちの方。ここに四国があって、なんかイギリスと日本のなんか馴染み深いような風景ですね。あと12個も買わないといけないんだよな。8万5000人、6万、8万5000人か、8万人、8万人。片っ端から買っていくか。買えない。買える。安いけど買えない。あと10個買えばいいんです。地道にこの作業をやらないとクリアできないな。32万。
ボーナス。時間が来ちゃいました。